Hey everybody, I'm Hugh Brownstone for Three Blind Men and an Elephant, and what a privilege to introduce you to Yamani san. Yamani san is Global Head of Imaging at Panasonic and the executive responsible for this camera, the Panasonic S1R. Thank you for joining us today. Thank you. I have three questions in the very limited time we have together. First, let's talk about the L Mount Consortium. And Sigma to create this まあちょっとじゃあさっきの話しますね。えー、私が、えー、このフルサイズカメラをやりたいと思ったのは実はもう随分前の話なんです、えー。今から7、8年前、えー、フルサイズのカメラをしたいというふうな希望を持っていましたけれどもやはりその時は、えー、フルサイズのカメラはあの非常に 大きくと重くて、そしてプロ、そしてセミプロ、ハイヤマの非常に高いレベルの方々のみが使われるということで、私どもカメラの歴史の浅いパナソニックとしては、なかなか入っていくハードルが高かったというふうなことを覚えています。そういった中でですね、2013年にソニーさんがフルサイズのカメラを市場に出され、そしてキャノンさん、ニコンさんもフルサイズの廉価版のカメラを出されるなど、 フルサイズカメラを使われるお客さんの層が広がったということで、かなりこのフルサイズカメラを参入するにあたってのハードルが下がったという、こういったその市場の変化というのが一つあります。そういった中で私どもはこのフルサイズのカメラを実現をするために必要なそういった要素技術開発、これをですね、随分前からやってまいりまして、なんとかその技術もできるなといったところまで来ました。 これが二つ目の理由です。で、え、もう一つはですね、この、えー、やっぱりこのフルサイズカメラで新しいフォーマットで商品を出そうとすると、やはりこの、えー、一つの企業で新しいフォーマットを出すと、なかなか、あの、我々まだ歴史の浅いメーカーですので、なかなか認知をしていただくっていうのは時間がかかるかなということで、えー、このアライアンスを結ぶことによって、え、その立ち上げの時に、例えばレンズのラインナップをしっかり揃えると。 言ったようなことも可能になってくると考え、アライアンスをしたいというふうに考えました。で、え、ライカさんとはですね、17年間にわたって、え、この良きパートナーとしての協業を、協業関係を維持をしてきましたけれども、え、ここ4年間は、え、技術的アライアンスを結んで、え、双方で、え、その技術シナジーを出そうという、そういう取り組みをしてきました。その中で、このマウントについても、え、いろいろ協議をしてきましたので、 もし我々がフルサイズをするならば、え、ライカさんの L マウントを使いたいというふうに考えています。で、もう一つあの、レンズのラインナップを揃えていくにあたりまして、やっぱりそのレンズとして最近はものすごく魅力的で、高性能のレンズをたくさん出されておられます、シグマさん、シグマさんの山木社長ともですね、この、いろいろ長きにわたっていろんなあの話はあの、させていただいてたんですけれども、シグマさんのこの素晴らしい レンズのものづくり、こういったシグマさんとのアライアンスを結ぶことができれば、我々このフルサイズのカメラを導入するにあたってですね、スタートダッシュ、ロケットスタートができるのではないかなと考えたのが今回のアライアンスの理由になります。The second question that I would like to ask is the design.I see the G9 in this camera. I see the Leica SL. Most importantly, I see feel how good it is. Outside, you have a description with several different words inspiration, craftsmanship, tactile, reliability. How did this design get from an idea to be this camera? <laughs> フルサイズカメラを開発するにあたりまして、ターゲットユーザーを静止画動画のプロフェッショナルユーザーにターゲットを絞っていこうというふうに決めました。この理由はたくさんあるんですけれども、であのプロの方々がカメラを使うというのはどういうことかというところをプロのカメラマンの方々に徹底的に意見を聞きまして、プロの方々がこのカメラを え、どのように扱っているかといったところまで細部にわたって、えー、いろいろ学ばせていただきました。まあ、いわば、あ大工さんであるならば、えー、飲み、えー、そして、えー、この書道家であれば筆といったような、まあ、いわば、あの、職人さんが使う道具、えー、ここにはですね、やはりこの人と、そして、えー、この、え、道具とのですね、これの、まあ、ある意味人気一体の、えー、これは、は、まあ、これは道具になりますけれども、まあ、一体になっている中で、 えー、その人の作品を生み出すという、まあ、究極の世界、えー。ここに我々はしっかり入り込んでいかなくてはならないかなというふうに考えました。で、あの、プロの方々に、えー、いろいろ、えー、かつ多くのプロの方々に意見を聞きながら、まあ、いわば、狙っている被写体に対して、えー、きちんと見ずに操作が自由にできるという、えー、こういった操作感、こういったものも必要ですし、いろんなシチュエーションにおいてもですね、絶対にこの手が、この、 カメラと一体化になる。まあ、いわば、あの、ヒューマンインターフェースのところですよね。えー、ここについては、はいね、あの、しっかり、えー、プロの方々の意見を聞きながら、何十回も、えー、ここを作り直しながら、えー、プロのカメラマンが、これは、えー、自分に合うというようなところまでですね、徹底的にこだわりながら、えー、このフォルムを作り上げていきました。まあ、今はですね、えー、ここのホールディングのところ、そして、えー、ここの操作性のところ、えー、これをお伝えをしましたけれども、 このビューファインダーの位置であり、大きさであり、形であり、っていうのは、あの、ある意味このレンズを通して撮りたい被写体に対して、どれだけカメラマンの意思が被写体まで最短距離で伝わるかどうかといったような道具としてのこだわりの部分も、この考えながら、位置とサイズと、そして形っていうのをですね、しっかり作り込んだ。 それが今回の S1、そして S1R のデザインに反映されているというふうに私は考えています <Good job. S 1> ここへはいいわさっきのところはちょっとあれ <laughs> Good job <laughs> Panasonic says that this is the high resolution viewfinder in the industry Can you tell us what is the specification of that viewfinder? <laughs> Last question. It is very impressive when a senior executive turns to his team and says, Yes, do that. It's very rare when an executive gives a young team that room to succeed or fail. How did you decide that this was ready to come to market? 私どもパナソニックのルミックスは、えー、今年で18年目になります。ビジネスを始めて18年目になりますけれども、事、えー、業を始めた当初からデジタル時代の新たな写真文化を創造するということを合言葉に、えー、常に我々は業界のイノベーターとして新しいイノベーションを起こしていくんだというような取り組みを進めてきました。えー、当初はですね、えー、この手ブレ補正をコンパクトカメラに入れていく、あるいは このミラーレスカメラを業界に先駆けて開発そして市場導入するそしてこのミラーレスカメラに 4K の機能を入れたのも我々パナソニックルミックスになります、まあ、いわば我々は常に新しいチャレンジをしながら業界の中で我々の立ち位置を作っていくそういったことが我々の DNA の中でですね培われて DNA の中にねそれが培われてきています で今回ですね、プロの方々に向けてフルサイズカメラを出していくという発信を社員にいたしましたけれども、社員にとってはこれは次の我々のイノベーションになるんだということで、さらなるチャレンジができるということで、社員、これはほとんどの社員だというふうに私は理解していますけれども、高いモチベーションを持ってこのフルサイズカメラの開発をスタートすることができたというふうに思っています。 例えば、あの、センサーをやる、そしてエンジンをやる、そしてレンズをやるといったような、それぞれの個々の開発のメンバーも、やはりその他社に対して、我々の価値を他社以上のものに出していくんだという、そういった技術者魂をですね、それぞれの部門で持っていますので、ある意味その、それぞれの部門が競い合いながら、より良い,いものを作っていくんだというものは、我々ルミックスのメンバーにはあるのかなというふうに思っています。 まあですから、我々、私は、フルサイズをこういったターゲットのお客さんに向けて作っていくんだというような発信をすれば、メンバーはより高いレベルでやってくれますので、このモチベーションをあえて、あえて高めるための取り組みっていうのは、あの、私自身してません。雑音。ちょっとこ、こんなこれね。You You didn't even breathe. <laughs> 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 <laughs>